秋の新作発表会一段落いたしました。次は番外編、洗える男の着物という回をしたいと思います。最近男の方でお着物をお求めの方とても多くなってきました。以前はね、お茶を習ってるからとかっていう方だけだったんですけれども、今はパートナーと一緒に遊びたい、着物で装いたい、街歩きがしたい、そういう方が多くなってきたように思います。それはとても素敵なことだと思います。やはりね、男の方汚されてしまう方が多いので洗えると便利だと思います。今日はどういうものがあるのかご紹介させていただきますね。こちらは着物と羽織を同じ色の色無地で作るパターンです。5つ紋を入れれば黒紋付きに次ぐ正装になります。紋を入れる数で5つ紋、3つ紋、1つ紋、無紋でフォーマル度が違います。5つ紋だと洋服で言えばモーニングなどの正装、無紋ではスーツのような感覚です。こちらは着物と羽織と色の違う色無地で作るパターンです。この場合は紋を入れても1つ紋で良いと思います。お洋服で言えば上等なスーツといったところでしょうか。汎用性があり、こちらを選ばれる方が多いようです。こちらは着物は小紋、羽織は色無地で作るパターンです。この場合、紋を入れるなら羽織のみで縫い紋の方がよろしいと思います。お洋服で言えばジャケットにパンツといったところでしょうか。街歩きやお食事、観劇などお楽しみの場でお召しになるとおしゃれだと思います。こちらは着物も羽織も小紋で作ったパターン、カジュアルな装いになります。遊び感覚でお召しになるのにはおしゃれだと思います。着物と羽織の組み合わせの中では一番カジュアルなものになりますが、着物のおしゃれを楽しみたい若い方などはこの組み合わせを選ばれる方もいらっしゃいます。その他に必要なものには長襦袢があります。こちらは着物の下に着るものです。一般的には下着と呼ばれるものですが、襟や袖口から見える色合いで、お洋服で言えばシャツのような感覚でお楽しみいただければと思います。袴をつける方もいらっしゃいます。こちらは茶道など芸事の方や芸能などお仕事でお召しの方などです。縞模様になっているものを仙台平と呼び、フォーマルな場で着用します。無地袴はそこまでのフォーマル度がないので、いろいろなご用途にお使いいただけます。いかがでしたでしょうか。この度のクーポンは男物 5% オフというクーポンをつけさせていただきたいと思います。着物でも羽織でも袴でも長襦袢でも、どれをお選びいただいても男の方の着物を 5% オフにさせていただきます。ご自身のライフスタイルに合うお着物をどうぞお選びください。皆様のお越しをお待ち申しております。